の男は人切り十兵衛だ。人切り十兵衛、あの白鞘での薩摩藩士殺しや夕張でも隠れキリシタンを皆殺しにした。女子供一人残さずな。こいつはたまげた。本当に来てやがる。海田君に賞金がかかった。一緒に来てくれ。殺すわけは。女を切り刻んだ。人殺しはもうしない。女房と約束したんだ。あの二人打ち首にしておくれよ。ここには賞金なんかないぞ。欲しがるやつはこの通りだ。悪党には目印が必要だよな。人を切って切って切って最後には誰かに切られて死ぬ。ただそれだけの人生だと思ってた。死ぬまで罪を背負って生きていく人の背中。勝って生き残った者が正義で負けて死んだ者が悪になる。そういうもんだ。仲間の人が殺されました。許してくれ、ジュエ。またあんたに重荷を背負わせちまった。はっきりやつくしろ。最後に見た父もそんな背中でした。ジュエ。邪魔する奴は殺す。面白い。許されざる者。